お疲れちゃんスラットです。今日はですね、バランス調整で強化されたのに全く振られておりません、ゴブリンをね使ったデッキを紹介していこうと思います。さあこちら、今回のバランス調整、実はですがナイトの HP が 3% アップ、そしてゴブリンがね、まあ、3体から4体、その代わりに初撃がねちょっと遅くなったよというので、まあ、ゴブリンバレルとか下放されてましたね。実際は気づいてた方いましたかね。ちょっとだけねタワーを殴るまでが遅いです。なのでウッドとかの反応がちょっと遅れたぐらいだったら、まあタワーね無傷で守れたよみたいなのが、まあ、最近ちょっとあったんですけども、まあ、そんなん知らんがなっちゅうことで、まあ、ゴブリン4体になったので、こちらのマジアチャウォールブレーカーのスケがゴブリンになった方、ついでにフェニックスも来たよ、はい、やっていこうと思います。結構昔のやつですね。最近だとねマジアチャウォールブレーカーにはトルネが入ってくるっていうのがまあ主流だったと思うんですけども、まあトルネじゃないね、ヤナーメ型ですね。昔スケコウモリかなですごい使ってて、まあなんかもうやっぱマジアチャといえばトルネだよねっていうので環境からはいなくなってたんですけども、このフェニックス型をね今日やっていきます。まあフェニックスゴブリン型ですね、まあ、スケの枠がゴブリンで、コウモリがさ進化してフェニックスというわけで、まあ、フェニックスすればもう何でもなんか解決しちゃうっていう、大型も守れるし小物系にも強いしっていう最強版のフェニックスです。はい、であとなんか施設としてボムタワーがちょっと多いですね今。まあなんか別にテスラとかもすごいフェニックスとかに強そうですし、まあインヘも強いしみたいな感じなんですけど、まあなんかボムが結構いますね。さあヤドアメザップでしばかれましたよと。でも卵起きちゃうんでね、ヤナメザップ使ったんで、もうこういうのウォールブレーカーとかいっちゃってね、よいしょ。でこの呪文のヤナメの枠はなんか稀にウッドがあったんですけど、まあまあまあヤナメで十分でしょうって感じかな。わあマジでやばい、いかついつい、あのボンバーがめちゃくちゃやだっていう。さあゴブリンで4体になってちょっと囲みやすくはなりましたね。ふい、さあ4体なのでダークプリンスとかゴーストとかもね囲めます。はい、囲んで守れるので結構範囲系のねユニットにもちょっと強くなったのかなっていう感じかな。さあヤナメでどうせしばかれちゃうんだね、やつアップで。うん、ライダーの敵やべえな、わからん、これ8枚くらい来る、うわーだよな、そんな気がしたっすね。さあ急いでボムを回してマジアチャに、いやー天才マジアチャいる、いい子だ。でボムの範囲とフェニックスの火力でさあ守れてしまう、ね、これが強いな。これってフェニックスじゃなかったらねザップ打たれてとか普通に危なかったですけど、フェニックスはねもう最強なんだよね。はい、でこの辺に適当に卵になるでしょうっていう。さあヤナメを使ったらよ、もうマジアチャ無限ループ、そしてフェニックスもついでに出してあげようぜっていう。さあもうなんかこのバルキリーフェニックスだけで攻めれるよねみたいな、そういう時代。さあ無理はせずとか言って、なんかもうヤンキーボムタワーでも置いとこうかな。なんかボムの範囲でいけそう。え、強くね？あ、しかもなんな卵がおかえりフェニックス。さマジアちゃんがぶっ刺さってる。おう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 。あ、でもあのフェニックス起きちゃうな。さあまあまあ。で、せっかくなら延命してあげようよと。これフェニックスの爆破で、さてやばい。おう。よかったよ。さあなんか無限ループタイム入ってんな。うわ、延命熱っ。しかもフェニックスが、こんにちは。あ、これもう。マジで。フェニックスゲーだ。結局ね。結局まあそうなんですけど、結局フェニックスゲーだけどみたいな。このマジアちゃんも結構いい味出してるよと。あ、強っ。あえて入れて一平出してんのに全部どっか行ってる。さあ苦しい、山目打ってバカダメだよ、しばいていく。いやいいね、間違いなく強くなってます。まあどのデッキもなんですけど、どのデッキもね、なんかのこう対空の枠がフェニックスになったりだとか、まあなんかの枠が文句になったりとか、まあゴブリンはなんかちらほらいますね。スケの枠ゴブリンとか、縦線ギャングの枠ゴブリンだとか、結構いい味出してるかなと。4体なんでね、もっとねゴブリンやべえじゃんって言われてほしかったんですけど、
フェニックスがやばすぎましたね。普通に行かれてます。はい。であとはまあボムバルキリーなので、最近流行りのエリゴレとかにも、結構強いよと感じかな。しっかり割ってもらって、走られたらこれマスケじゃない分、お、そんなことがあんのかマジでゴルナイ、え、今、ああこれ相手なんか事故りそうだな。なんとなくのこの端前バルキリー、これがいい味出すっすよこれマジで。あー辛そう。しかもあの卵でも起きれないか。さあ、あーあの卵を対応してくれるの美味しいですね。よいしょ、これもう勝ったんじゃないですか。相手対応対応苦しいぞ。いや俺のフェニックス頑張れ。うわーこれ相手の卵壊せ壊せゴブリン。いやーいい、さあよくやってくれた。で相手のデッキはなんだこれ。とりあえずフェニックス出しとけばなんとかなるね。またあの卵に対してやっぱ相手がね対応 しなきゃいけない場面とかもあるじゃないですか。橋の辺だと起きちゃうんでね、孵化しちゃうので、っていうところのウッドとかね、ヤナアメとかをやっぱ使ってくれるんですよ。わあもうエリポンやないかい。そう、そしたらゴブリンとかウォールブレイカーも刺さりやすいっていうので、この卵とね結構相性がいいというか、ウッド枯渇要素、ヤナアメ枯渇要素で、まあ、マジアちゃんもねヤナアメザップとかでは死ぬんですけど、どこにヤナアメ使うのみたいな感じで意外と良かったりするっすね。ちょマジで暇すぎ。これやべえな、もしかして怖くなってきた。さあまあでもボムっすね、すべて。やべえこれ、めちゃくちゃなんか飛んでる鳥が。いやでもでかい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 、いや耐えたのでかくねこれ。俺結構終わった、負けたなと思ってたんですけど、これで、ね、今のヤナアメのおかげっすね。マジでヤナアメ強すぎた。さあゴルナイは本気の許容して、さあ金起動もしてるんだ。よし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 。さあで形作って、マジアチャで何なら射抜けそう。抜きながら、これはどっちを削るのがいいの。さあマジアチャこれですね、まあ、このデッキはフェニックスデッキに見えるんですけども、マジアチャウォールブレイカーなので、しっかりマジアチャで射抜いてね、そうやっていこう。いやいいね、だから展開がちらほら出てるんで、展開行きたいが、あと3-2で今1位やってるんで、もうすぐっすね。しかもここ行けばウルキンもらえる。え、あのめちゃくちゃ熱い宝箱っすよね。最近見てなかったな。2500M ぐらいで買えるやつだ。さああと2勝で美味しい。で文句出れば、文句レベル12になって、そっからあの本2冊使って13、14に完走できるんで、ちょっと頑張りたいな。さあでゴブリン4体無視できないですからね。無視すんかい。え、マジこれフェニックスになったおかげでちょっと空に強くなったっすね。うん、フェニックス嫌な雨で。おお、おかえり。いやめちゃくちゃ優秀じゃん。いてえな、これちょっと添えてあげてえな。いやマジ対空最強だよな。フリーズ、いや結構困ってるな。樽あると思うんですけど、あれバルーンなんで樽ババがあると思うんですよね。でも出てこないんで間に合うか、ちょっと分かんないですね。なんかフェニックスであいつ尻添えだってる何もしねえぞ俺マジで。結構コストも余ってて、わやば、かわいそうじゃないとさあでもここは守ればいいので、あーキングギド狙ってよかったか。
さあマジ無限にフェニックス出すだけ相手きついぞ。ヤナム打ってフェニックス応援しようぜマジできるだけフェニックス延命したら、あマジでやべえ強っ。で何の子卵が、あーいい取れ目だ。よしよしよし。さあまあフェニックスボムがあるので、マジフェニックスあれだけでなんか守れる気がするっすね。ほら振りつきそう。いや強っマジでめちゃんこ強くない？空でバルーンとかラバリー異常に強いんでね。もうやべえやマジで。でしかも小物とかこういうのは全部マージアチャでも回収できるよと。さあボム誘導で、まあ、フリーズ来たらフェニックス出して、最悪ヤナメも打って、おいいいね。これコウモリだったって考えたら今まで怖かったっすよ本当に。トルネで消えちゃうんでね。さあ手厚くなりましたよ、防衛も攻めも最強くらい、何でもなんか自分がデッキ使ってるデッキが最強なんじゃねえかっていう錯覚になっちゃうっすよね。フェニックスいるともう何にも負けねえじゃんっていう。フェニックスやでこっちは。だがしかし相手もフェニックスで、よくフェニックスチンパンにしばかれると、まあ相手も同じこと思ってる、何にも負けねえじゃんって。フェニックスにだけ負ける、負け筋がそれぐらいしかないっすよね。さあ今回の相手はまあまたっぷりと何をったっけさっき忘れた。さあエレジア行きましたね。エレジアイフェニックスもまあちらほらいるっすね。エリポン入ってミラー入って、いやもうそれフェニックスミラーやんっていうのがまあちらほらいるかな。フェニックス出しちゃおうか、強えもんね。フェニックス頑張ろうとはしてる。うんうん。いやーまあまあ悪くないですね。めちゃくちゃいいかって言われるとちょっとわかんないんですけど、とりあえず相手にフェニックスがいないアチャクイマザネックっていうちょっと新しいっすねこれ。またフェニックスを持ってない、フェニックス持ってない民か。まあ最後この俺のデッキもフェニックスなければね、もうコウモリに、コウモリにしてくださいみたいな。あこれゴブリンでちょっと囲めるかな、やってみようぜ。おーい強っ。あれで、まあそういう日もある。また一旦耐えるか。マジアチャ結構重要っすね。うん、まあ耐えはできるんですけど、問題俺も攻めなきゃダメージが入らないんですよね。でまあ大砲があるよと。フェニックスをちょっと攻めで使いたいですね。まあ、守りのエレジェとか死にもすごい強いんだけど、うーん難しいとこ。ダクプリマザネック、このダックプリは美味しいんじゃないか。さあマジでディガーで稼いでこう。相手もしかしたらないのか、あれがライトニングがなんか多いっすよね。気のせいかな、言ってると出てくる可能性もありそう。
や、フェニックス強え。マジ、フェニックスでエレジャイ溶かせるっすよね。フェニックス頑張れ。うん、いやでもライトニングあったらさ、絶対打ってくるくないって思ってはいるんですけど、うん、わかりません。ありましたね、ここに来て。やばい、俺もマジアチミスったから。うわあ、なんだこれ。いやでもまさかのフェニックスなしだったな。いやーこれなんか普通に負けたっすね。ね、全然俺がもっと攻めりゃよかったっていう話なんですけども、守られたっすね。はい、なんでもっともう序盤からガツ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 行かなきゃっていう話ですね。はい、大砲ダクプリなんか厚かったな、守りが一枚一枚重めのっていうことを、はい、学んで、ゴリラ攻めます。はい、やっぱこれディガー系ってね、こうディガーを序盤から防衛に使えば、まあ、鉄壁にはなれるし、序盤からもうめちゃんこディガー飛ばしまくればね、こうすごいプレッシャー与えるデッキにもなれるんで、ほんと使う人によってね全然変わってきちゃうんで、まあ、もっとゴリゴリいかなきゃね。あんなに持ってるだけだとね、あんなことになっちゃうんですよ。気をつけた方がいいですね。さあ、でこれはもうウォールブレイカーまでいっちゃうよと。デスケウッドかな、知らんけど。ゴーストウッド、トウ、マジでゴリゴリいかなきゃ。なんかさっきみたいな感じで負けて、ちょっとなんかもったいねーってなっちゃうっすね。やべ、仲悪いか、おい。別行動してる。さあ、これトリトンで金ギドされるのが嫌なので、ちょっと内側めにね。うん、金ギドされなかったらまあ何でもいいかな。さあ、着衣穴雨でしばきたいんですけどね。見たい、やめて、肋骨ロイジャイやめて。耐え、あのロイかロイライトだと思うんですけど、まあゴブリンの火力、フェニックスダメージ、ボムあれば守れそうですね。あとはもうマジアチャで射抜いていこう。もう射抜かなかったらもう負けちゃうんだよ。よいしょ、もうこれで守れるんで、この間にもう攻めちゃう。さっきこれぐらいのね、もうイケイケドンドン感がなかったっす。さあ、やなめ打ちたかったね。今延命してあげて、まあ圧着なんでね。あれ痛いな、そのゴースト範囲か。さあ、でマジアチャは逆サイの、あ、マジアチャね、圧着いか、逆サイ系で耐えたい。おい、相手もなんか結構来るっすね、ガンガン。さあ、同じことの繰り返し。ゴースト、いやー、LSP 打ったならヤナム打ってもよかったっすね。うん、でももうなんか負ける未来が見えないっすよね、とか言ってこんな攻めちゃって。
酒つろいじゃい。やめろ、俺のマジオちゃんに手を出すな。さあ、でも多分フェニックスが強すぎて、コウモリとかだったらね、レスピとかでうわやべえじゃんってなるんですけど、マジフェニックスで許容で終わっちゃうっていう。右が入ってるっすね。さあ、右を攻めるの、左を攻めるの、ラスト30秒なのでゴリゴリいっちゃって、いやーめっちゃ入ってんな。ゴムの位置むずい。いやーいいウッド、まあデーモンみたいな、こんぐらいイケイケどんどんいっとくと相手の攻めもね、こうなんだろう、攻めきれない感じになるんで、やっぱさっきのエレジャーナもビビりすぎましたね。ノットバッ、これ負けたら1個落ちるのでもうつれえな。さあ、さっき落ちたので次勝てばかな、なのか。さあ、ペッカー全然なんかね、この辺だとまだトロ最多6000ですとかの人とか多分よく当たるんで、よいしょ、誰とでも当たりそう今。おーやばい、ちょっと待ってくれ。まさかのロイジャイ、おーまさかのロケ投資。さあ、なんかスケバレロイジャイっすね、こういうなんか予想外のデッキも来るよと。いけ。さあ、まあ序盤のこのダメ的にはまあ痛いけど、痛いけどデッキが分かればまあこっちのもんなんでね。よいしょ。さあ、ロケホーロイか、まあクエイクだと怖いが、クエイクじゃなければ僕はもうイモればいいのでイモります。フェニックスで、ってこれ矢波あるんか、強っ。でロケオに穴目打ったらゴブリンバレル飛んでくるとか、あーなんか結構ガンガン来るっすね。やべ、恥ずかしいな、ちょっと待って、やべ。最近もうあの最後に勝てばいいよねのこのミスしてもこの気楽な、よいしょ、許容許容許容、結構危ないです。まさかのメガナイドロイジャイ、スケバレー、ゴブリンバレルはなさそうっすね。おー、でかっ。うん、さあ、まあこうなってしまえば、辛そう相手の方が。マジアチャ最強だなこれ。これフェニックスの卵を延命したいな。いやなめい。うん、あれだけこれにボム使うとロイがね、いやーマジアチャエロいね、その角度。しかもこれ卵多分復活できる距離だな、あれ
対応しなきゃ。こんにちは、おかえりつって。はい、さあ、まあこんなのはタゲ変わんなや。また色目の角度でマジアチお願い。いけ、うん、さあ450ですね。まあボムタワー置いとっても強そうだけどね。で呪文ないんでね、マジこのゴブリンですらも辛そう。さあロイを程よく溶かして、うい、あぶね。なんか序盤マジでもったいないダメージ受けちゃうんですよね。さあ来た神々。これは突破なの？もう一生いんのか。あ、6個積み上げてからもう一回いるわけね。行きましょうか。うん、可愛いプロフィールしてますね。砂防石器。多分展開ぐらいで、あれっすもんね。やっとグローバルランキングの、まあ、トップ1000とかになってくるわけですから。よいしょ。普通に相手のタワレベもね、まだ14ない可能性もあるもんな。隠したがりしてるだけっすもんね、今のところ。うわぁ、すごい。いや、ゴブリン強っ。相手のスキャラ全部止まんの。殴れ。あー惜しい。さあ今回の相手はザッピースキャラっすね。まあこれも相手スキャラプラスのポイズン打たなきゃ俺のこのゴブリン突破できないんで、相手がスキャラ打ってきた瞬間に攻めてあげて、後からゴブリンというか、まあ、ゴブリン出しながらの同時で攻めると、あれだ、攻めっぽい打ったら守れないし、攻めっぽい打たなきゃ突破できないしみたいな、もう勝ち確のルートができますね。これ本当はここでもっと行きたいんですけど、ここっすね。ここでこう行くとみたいなやつなんですけど、延命、あれ全然うまいこと言ってないです。でこれボスギャルんで、ウォールブレイカー行かない方がいいですね、うん、さあディガーで一旦我慢ですね。たまたま墓石とか使ったらウォールブレイカーですけど、今飛ばしてもみたいなとこはある。さあなんかええ感じに攻めたいですね。後ろザッピー意外とめんどくさいな。さあこれは墓石で対応してもらって、よいしょ、ポイズンだと思うんですね、ポイズン。まあ、逆にここでポイズン来る読みのゴブリン出さないっていうパターンもある。うん。でも文句のダメージはもう仕方ない。どうにもできないと思うんですよね。うん。さあ、まあ、こっから私のターンよねっていう。まあ、たるきたら延命したいな。来ねえだ。なんでよ。そう思ったらうまくはいかない。フェニックスポイズンもライトニングも耐えるから後ろからマジ出しとくっすね。文句をこれ入れない方がいいかもっすね。カウンターでタワーダメ痛いっすよね、あれ。さあボムタワー跳ね返されてるな。起き上がれ不死鳥。うん、あれやりに来て。いや、いいポイズンだそれは。完璧か。
あ、でも卵が起きろ。あ、惜しい。あ、もうさすがに、あ、これは相手やってるっすね。攻めてゴブリンで対応すると、わあ、マジやっちゃ、マジやっちゃ、いやマジ文句なんか強えな。絶対削り切れるような形を作ってんだけど、あとちょっとが、あとちょっとが遠い。跳ね返されてる、うちのマジアチャが。あ、マジアチャ、えんね、よしよしよし。あー、気づけばさあ、あふれるフェニックス祭り、そしてマジアチャもディガーも、おい、ゴブリンも。まあこれはさすがに相性もいいしって感じかな。もうマジアチャも無双でしたからね。オッケー、さあ神々への挑戦2ですね。マジ文句欲しいな、マジ文句以外いらない。ウルトラがここで来るからチャンピオンあるっすよねこれ。さあ来た、お願い。お、来い、マジでダブル文句、あっつーい。さあ文句がこれで12レベルになったんで、多分なんか本がね2冊あるんすよね。よいしょ。さあ12からの、いや1冊しかね、マジか。まあこれ使って13っすね。でもう一回本が手に入れば、まあ14になるよという感じっすね。おい、ということでまたちょっと文句完走させてマルチもねいきたいなと思います。皆さんこれぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れ様でした。またね。